皆さん、こんにちは。RPG スクール MV トリニティ、初心者講座の講師を務めます、前川彩香です。RPG スクールでは、村人の会話やお店も簡単に作ることができるんですよ。今回は、様々な会話イベントの作り方を紹介していきます。作りたいゲームの街をイメージしながら見てくださいね。それでは、 ステップ2イベントの基礎会話編スタートまずは村のマップを作っていきましょうサンプルマップを使えば素敵なマップをゲームに使えるんですよマップツリービューでメニューを表示してロードを選ぶとサンプルマップのリストが出てきました今回は マーケットのマップを使っていきましょうマップビューにマーケットのマップが出ましたあれでもこのマップには誰もいませんねいろいろな村人を作っていきましょうまずは町の名前を紹介する村人を作ってみましょう画面上側にある赤いボタンで イベントモードにしますマス目が出てきたらイベントモードですよ村人を作成したい位置でメニューを開いて新規を選びます新しい画面が出てきました。この画面は イベントエディターと言いますイベントエディターはゲームの演出や展開を作るときに使用します村人もこのイベントエディターで作成するんですよまずはイベントの名前を決めましょうこのイベントを管理しやすくなります名前を選んで入力と次に 村人キャラクターの画像を決めていきます画像の項目を選ぶとキャラクターリストが出ました今回はこの女の子にします 選択して OK を押しますイベントエディターの画像が変わりましたねこれで村人のキャラクターが決まりましたではこの村人の会話内容を作っていきましょうイベントエディターの実行内容を選択していくとイベントコマンドが出てきました イベントコマンドを使うと様々な演出を作ることができます。今回は村人の会話を文章として画面に表示したいので、メッセージにある文章の表示を選びましょう。文章の設定画面が出てきました。この画面で村人の会話を作りますよ。 まずは会話で表示する村人の顔グラフィックを設定します。顔を選ぶと、顔グラフィックのリストが出てきました。女の子を選んで、OK を押します。次に表示される会話内容を決めます。文章を選んで、表示したい会話を入力していきましょう。 これで村人の会話も決まりましたプレビューを選択すれば実際に表示される会話も確認できますしっかり村人の会話ができていますこんんな簡単に村人のセリフが作れるんですね。ちなみに名前の項目を設定すればデータベースに登録されているキャラクターの名前を 枠外に表示することもできます表示の設定を変更すれば会話ウィンドウの位置や表示を変えることもできます今回は村人の会話なので設定不要です OK を選択して文章の表示を確定しましょう実行内容に設定した会話が追加されました OK を押して、イベントを確定すれば、第一村人完成です。でも、村人一人では寂しいですよね。次は、走り回る元気な男の子を作ってみましょう。男の子を設置したい位置でメニューを開いて、新規を選択。 名前と画像を設定してあげてっと今回は自立移動も使っていきましょう自立移動は自動で歩く村人のように動きのあるイベントを作りたいときに設定します今回は ぐるぐると回るように走る男の子を作ってみましょうタイプからカスタムを選択してあげてルートをポチッと移動コマンドからキャラクターの動きを決めていくことができます回るような動きを選んであげて オーケーっと移動速度と頻度を大きくすれば素早く動く男の子の動きが完成です会話内容も少ししし工夫してみましょう実行内容で文章の表示を選んであげて男の子の顔を選びます。 今回は変わった文章表示ができる制御文字も使ってみましょう文章を選んでいる状態でメニューを開くと制御文字という項目が表示されます制御文字は文字の色を設定したりゲームデータを自動で入れたりさまざまな文字表現ができるんですよ今回は元気な男の子らしく 文字を大きくししてみましょう装飾からフォントサイズを選んで数字を50にしてみます文字を大きくする制御文字が入力されましたこの文字の後に会話を入れてプレビューを押してみると文字が大きくなりましたでも大きすぎてよく見えませんね 文章を選び直せば再度編集できますよ。開業してあげればうまく表示されました。装飾するときはプレビューを見ながら確認してみてくださいね。OK を選択して完成ですが実行内容を追加していけば会話のやりとりも作ることができますよ。 男のの子と会話する主人公のセリフを作ってみましょう追加された実行内容より下で文章の表示を選んで「顔」を設定して会話の内容を入力し「名前の話者名を表示する」にチェックを入れます。 名前を表示したい主人公を選んで OK を選択っとこれで 男の子と主人公が会話するイベントもできました。OK を押して、このイベントの設定を確定します。一度テストプレイしてみましょう。初期位置をこのマップに設定して、セーブしてテストプレイを選択。 街のシーンが表示されましたしっかり止まっている村人と動いている男の子がいます話しかければ作成した会話も出てくれます同じように村人をたくさん作れば素敵な町が完成しますでも町ならお店も作りたいですよね。エディターに戻って お店を作ってみましょう。まずはアイテム屋さんです。お店を作りたい位置で新規を選んで、名前と画像を設定したら、 次に実行内容でお店の設定をしていきますイベントコマンドはページを切り替えることでさらにたくさんの実行内容を選ぶことができます3ページ目「シーン制御」にある「ショップの処理」を選びましょうお店の設定が表示されました商品の項目を選んであげると データベースで作成した武器やアイテムを商品に設定できます。今回はアイテムを追加してみましょう。アイテムの名前を選択するとリストが出てきます。追加したいアイテムを選んで OK を選択しましょう。これで商品の設定ができました。価格は標準にすれば デーータベースで設定した価格、指定にすれば指定した値段で売ることもできます今回は標準のままで OK を押しましょうショップではアイテムと武器を一緒に売ることもできます追加した商品の下で武器を選んでみます これで道具と武器を一緒に売っているお店ができました。ショップでは商品の購入だけではなく、アイテムの売却もできます。売却できないお店を作りたいときは、購入のみにチェックを入れましょう。商品の追加が終わったら、OK を選択。これでアイテム屋さんができました。 最後は宿屋さんですお店用のマップに移動する方法と一緒に紹介していきますよ今回はマーケット内の宿であることを分かりやすくするためにマーケットマップのツリー内に宿マップを作りましょうマップツリービューのマーケットに合わせてメニューを開いて「労働」を押します サンプルの中から、宿屋1階を選びましょう。マップツリービューに、宿屋のマップが追加されました。次に、マーケットから宿屋マップに移動するイベントを作ります。マップツリービューで、マーケットを選んであげて、建物の入り口でメニューを開いて、 イベントの簡単作成から移動を選びます。場所を宿屋1階の入り口部分に設定と。宿屋からも外に出られるようにしましょう。 宿屋のマップを選び入り口でイベントの簡単作成から移動を選択場所をマーケットの建物に設定します。 最後に宿の受付を作りましょう宿屋もイベントの簡単作成から作ることができますよ宿の受付を作りたい位置でイベントの簡単作成から宿屋を選びます宿屋のキャラクター画像と料金を設定する項目が出るのでそれぞれ入力して OK を押せば、宿屋が完成です。これでお店ができました。テストプレイしてみましょう。アイテム屋さんのキャラクターに話しかければ、商品を買ったり売ったりできるお店が出てきました。 移動を設定した建物の入り口に行けば、宿やマップに移って、キャラクターに話しかければ、泊まれるようになりました。まだまだ村人は少ないですが、街ができました。いろんな村人や商品のお店を作っていけば、もっと大きな街になっていきますよ。あなただけの素敵な街を作って、ゲームを公開すれば、 全国のプレイヤーさんがあなたの街を訪れてくれます。ぜひ、魅力的な街を作ってみてくださいね。次回、ステップ3、データベースの基礎編でお会いしましょう。講師は、前川彩香でした。